始まりました、ジェラードのニューラジオ。よっ、お願いします。よろしくお願いします。ハチタビー、ジェラードのハチタビーはもう半年以上前に終わりました。よーし、いや今日もジャニア出していきたいと思います。ハチタビーはね、もう終わりましたから。ハチタビー知ってる人いないんだよ、これは。いや、わかんない。いや、わかんないじゃん。いるかもしれない。涼しいぞ、行きましたけど。パチダビ、パチダビきっかけで俺らのこと好きになってくれた人もいねえよ。こんな素人出すなって言われたんだから、パチンコ素人。マジでパチダビ、本当にさ、3人とも全然ハマらなかったね。パチンコ時代ね。いや、いやでも、いや、楽しかったけど、うん、そのプライベートとやらなかったね、一切。まあ俺は、元旦だけやるっていうのはやってたけど。パチンコちょっと久しぶりに来たいな、マジで。3人で来てえな、また。3人で行きたくねえよ。プライベートで行こうぜ。いやー、より密になるしね、そんなの。全然、俺やっぱハマんなかったな、パチンコ。ずっとやっぱ、何をしてるか分からん状態だったな、ずっと。いや、その、なんか、チャンスの時間だったらちょっとワクワクするぐらい。けど、いや、まあね、超楽しい。けど気づかんからね、もう。いや、気づかん、気づかん。今、何今って。何マジで全然違うさ、全然激アツじゃない保留の玉出てきて、うん、すげえ大横にしてさ、ああちょっとこっち出てこない、横にすぎですとか、うん、とか逆にとんでもない、そのとんでもない保留の玉が出てきて、うん、ノーリアクションだと、うむさんちょっとおかしいっす、これやばいっすよ。え、何ですか。あ、これうむさんチャンスチャンス、うん、何がですか。ビビーみたいなね。でもコメントでさ、本当に、なんだこいつらみたいな、何も知らねえじゃないか、パチンコみたいな、うん、なんでこの素人出てんだよみたいなさ、うん、もうすごい言われてたけどさ、うん、まあ何言われようが当たるもんは当たってるからね。そうね。うん、まあね、すごい当たってたもんね、あの時。もう当てまくったからな。当たって寝て、当たって寝て。いや、そんな毎日やってないんだけど。いや、西本はね、ああ、そう、当たって寝てる、うん、いや、そうよ、当たって寝て、当たってる最中ももう、うん、寝てても当たるんだから。でも当たって、寝てても当たって、あのビカビカを目に浴びせかけられて、こう、うーんって。で、いや、ちょっと出ましょう、つってリアルゴールド買ってもらって、スタッフさん、カメラマンさんに買ってもらって、リアルゴールド、田辺さんか。そうだ、田辺さんが気持ちいいな、ちょっと太さに行ってもらおう。いや、そんなポケモンじゃねえよ。めちゃめちゃポケモンみたいな。ちょっと太ってたけどね。田辺さんめっちゃ可愛いよね。可愛い、ね、田辺さんの話いいんだよ。田辺さんの話になっちゃう。可愛い、可愛いカエルの説明で、可愛い、見た目はでも可愛い、うん、本当に、なんだろう、茶色ガエルって感じの。可愛くねえよ。いや、可愛いんだよ。目クリックリックリってして、俺がもうとんでもない億万長者だったら買いたいって思う。やばい、やばい、やばい発想だよ。おっさん買いたいって変な発想だもん。1000万でどうですかね。その年収1000万住んでここに暮らしてくださいっていう、なんかたまに見たい可愛さよ。いや買いたくはない。たまにだから買いたい。友達でいいじゃん。友達として一緒に付き合ってよいじゃん、田中さんと。いや、そうか。結局その打ち上げもやってないからね、パチダビ。いや、だからコロナ入っちゃったから。そうだな。何回かズーム飲みはしたけど、俺は、うん、君たちはしてないと思うけど。するわけねえだろ。やばやばするか。いやいや、全然ボジてない。誰がするか。いやいや、ツッコミ間違えてるよ、マジで。ごめん、ツッコミ間違えてた。あー、やっぱ慣れないね、ツッコミ。いやいやいや、やらない、うん、するもんじゃないよ。いや、ダメ、間違えちゃったね、ツッコミ。いやでもまあ、パチダビのスタッフさんはみんなと飲みたいって言って、いつか打ち上げしようって言ってたよ。あ、そう。けどやっぱコロナもあれでね、集まれないから、落ち着いたら行こうって。そうだね、落ち着いたらちょっと行こう。いやでも今でも見れるからね。え、パチダビ、うん、あ、まあ、ずっと残るからね、うん、ずっとマロンちゃんの格好してたけど。そうね、もうキャラでやってなかったよ。もうキャラでやってなかったよ。よいしょーっつって。そうやな。まあまあまあ。今最初パチダビーって言って始まったけど、何回か何週間前にさ、こうやって毎回始めようって言ったやつ一回もやってないよね。あー、ってやつ。オープニングね。あれ採用されてないからね、結局。まあ採用されてないよね。
制されてない。うーん、でもあれがいいっていう声はたくさんあったよ。コメントではあったね。うーん、あれが一番いいっていう。うーん、改めてやってみるじゃん、ここちょっと中盤だけど。いや、それやっぱやった方がいいと思う。ジェラードンです、ベーっていくか。そうだね、はい、さあ始まりました、ジェラードンニューラジオ、ベーっていく、はい、やってみるか。はい、さあ始まりました、ジェラードンのニューラジオ、ベーっていく。いいじゃん、いいじゃん。やっぱ1個スイッチ入るよ。いいよ、いいよ、めっちゃいいじゃん。今、俺が、だけだったけど、うん、各々そのオリジナリティは出してくる、その、バイの、海のはちょっとこれが入ってたけど、あ、イメージなんかこういう感じだったもん。あ、だからいや、ちょっと、そこでやっぱ食い、感じは。俺、脱力系だったね。バイ、あ、でも、この人も、この人で違う。あ、じゃあ、いや、うーん、じゃあ、いいじゃん。ウェイウェイ、まあ、ウェイっていうイメージ。絶対揃った方がいいよ、それだったら。じゃあ、ウェイじゃん。じゃあ、これで決定ね。ウェイ、ウェイ。オッケー。じゃあ、もう一回やってみようか。ね。しっかり決定で。ああ、さあ、始まりました。ジェラードのニューラジオ、バイバイ。お願いします。お願いします。エビ、エビ、もう、もう、ちょ、だから。っていうパターン。いやいや、どんどんやっぱ進化してるから。もう挨拶は今ので終わったんだから、エビエビとか。びっくりしちゃった。もう関係ないから。そっか。恒例になってるから、これ。でも、ウェイ、マジでスイッチ入るわ。いや、いいと思うよ。はい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 。うん。これさ、YouTube チャンネルで、ショートストーリー、ストーリーができるようになったじゃん。そう、うん、ストーリーね。で、深道が、まあ俺が、あの、この間の大宮オートバックスでめっちゃ薄着できて、はい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 、こんなん薄着すぎるだろみたいな。いや、もう薄着はほんとおかしいよ。あの事件ね、うん、薄着すぎるの。ちょっとまあその話をちょっとまあ言うと、うん、ね、この最近すごい寒くなってきたけど、うん、幕張から幕張のイオンモールから海浜幕張だよね、海の、うん、海浜幕張までのバスが出てって、俺はそれに乗ろうとしてたんだけど、海のを歩いて帰るっていう話で、うん、で、本当にね、カーディガンみたいな、カーディガンだよね、あれ、種類で言ったら、服のカーディガンだよ、ね、ではないけど、まあ、すっごい薄い、うん、薄いやつを羽織って、で、帰ろうとしてて、え、海のマジそれ大丈夫みたいな。うんうん、ねえ、みんなで行ったけど、いや大丈夫でしょみたいな、うん、え、いやでもじゃあバスで帰った方がいいんじゃないって、うん、いや俺悪いとこあるから、いや10分我慢したらしまいだろみたいな、しまいの話だろみたいな感じで言われて、もう何着ても一緒だろって、何着ても寒いんだからそうで、それに我々は衝撃を受けたのよ、うん、どうやってかって理解ができないってなったの、うん、絶対にね、そうそうそう、絶対にあったかいの着た方がいい、うん、そう、あったかいの着たらあったかい、うん、ちゃんと、もう本当にだから、そのアウターがシャツぐらいのね、あ、そう、もう薄さだったから、うん、だからヒートテック、ヒートテック、ヒートテックまで着たの、着てねえぐらいの。あの時は 何と何着てた。タンクトップ、シャツ、ブルゾンだよね。やばっ、やばっ、3枚ってこと。タンクトップだったの、うん、俺、ヒートテックだと思ってた。いや、今日もそうよ、でも。風邪ひくっしょ。いや、引いてねえじゃん、でも。いや、引いてないけど、うん、タンクトップ、シャツ、ブルゾン、うん、えぐいぐらい寒かったでしょ、あの日、正直に言って。いや、その、寒いけど、何着ても寒いじゃんって思っちゃう。そんなことないって。やばすぎるよ、お前さ。全然そんなことないから。あ、今持ってないけど、バス入ったら、暑い時あるでしょ、そんだけ着てたら。あるよ、あるある、うん、それも嫌だし、だったら寒い10分選ぶ。寒いって分かってるから。いや、そう、だから海野はあの日、いや10分我慢すればいいだろって言ったけど、うん、あの海浜幕張まで10分じゃつかないでしょ、あれ。いや、つくのよ。いや、お前最近歩くのも遅くなってきてるから、あのペースだったらお前多分1時間半ぐらいかかるから、海浜幕張まで。いや、マジで10分15分でつく。10分でつかないでしょ。そのバス待つ時間考えたら歩いた方がいいっていう考え。いや、歩くのは全然わかんない。全然俺も歩きたい人だから、うん、でも10分、まあ時間はいいんだけど、でもあの寒さ、いや、とんでもない日だったもんね。そう、めっちゃ寒かったよ。その日にタンクトップに
シャツにブルゾンはもうすごい。ヒートテックなんてここ5、6年履いてないわ。そのあマジで履いてもないし着てもないわ。じゃあ俺らがその止めなこう言わなく最近なんかコート着始めたよね。またちょっとあのいやだ普通そのコーンクリームスープみたいな。まあそのコーンクリームスープ分からんけど、その俺いじられるのも面倒いと思って、うん、コート着てるけど。あ、もうあれは言われたくないから、寒いでしょとか言われるのはもう嫌だから。面倒くせえし、でもコート着ても言われるからね。いやそうそう。あのコートも薄いもんね。言ってもそんななんか、うん。あのコートはどう？あのコートはでも絶対ブルゾンよりあったかいじゃん、でも絶対。いやあんまかな感覚。あ、そうなん。いやあれだとマイナスは変わんないのか。いやだから薄いんだよあれも。ああ。うん。だから。いや多分西本があのぐらいの薄着だったらまあ寒いでしょうとなるけど、うん、やっぱ太ってもいるしそんなに心配はしないのよ、うん、まあまあまあ太ってるからね、うん、やっぱこの細さであの薄着はやっぱ心配しちゃうからねみんな大丈夫か、うん、寒いぞって言って。いや大丈夫よ、すごいな。だから、うん、そのすごい不思議だったんだよね。もうめちゃくちゃ話し合ったのよ辻井と俺とカイチで。ブルゾンどういうつもりやんあれ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 ほんまなるんですかって思って耐えられないもん俺ら。そういやだからスキースノボーとか行くならめっちゃ厚着すんの分かんない。そうだね、うん、けど普段ってそんな長時間外いることないだろ。いやこの生活リズムで。でも、うん、その時間すらも別に寒さをカバーできるアイテムがもうこの世には出てるから、うん、そのだから海のが10分寒いって感じてることすらも俺はなくせってるわけよ。言ったらノンストレスなわけよ。海のはストレスある方を選んじゃってるの。いやない方を選んでる俺は。海のは寒さを感じてる時もうこういう状態でしょ。こんな状態なんだよ。え、寒さはでも我慢してるっていう状況は出てきてるわけ。出てきてるけど別にもう気持ち入ってるから全然入ってる、入ってるって分かってることだから。じゃあ分かった。じゃあ確かに海野の気持ちとしてはもうそれでいいのかもしれないけども、うん、ただこのファッション的にって考えた時に、うん、多分すごい間違ってると思うあれは。ファッションに価値は何も言えないからな。なんかいや分かるんだよ、そのいやファッションおしゃれに見せたいから薄着にする人もいるじゃん、うん、すごく。いややっぱおしゃれが一番だっていう、うん、それでもない状態だから海の。分かった、海のはあまり物をこう羽織りたくないってことでしょ。だからそうそう邪魔ってことでしょ。邪魔が この優先順位のランクでいったら一番上なの。はあ分かる。その寒さよりも邪魔なのよまず1位は。電車乗って脱ぐとかもめんどくさいんだ。めんどくさい、めんどくさがり屋、究極のめんどくさがり屋だからそれがもういらないの。確かに海のはめんどくさがり屋。マフラーも手袋ももう一切別にそれ寒いけど分かる。でもそのマフラー手袋は俺もめんどくさいけどしてないけど、でもダウンジャケットはさすがに俺もこうデブだけど買ってもらったもん奥さんに。でも今日お前駅降りてからダウンジャケットをこう手で担いで下、あ、そうそう T シャツで外歩いてたよ、うん、あれは電車の中乗ってて暑かったから、うん、だそうでしょ、うん、そうでも別に俺はそれを苦だと思わない。俺はめんどくさくない。いやじゃないから。それだって俺はできる、その場に合わせた格好だもんね。そう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 。だから俺だって電車の中でコート脱いだりするし、うん、だからそれがめんどくさない、めんどくさない。だったらその中盤のやつ着とけばよくない。ずっと中盤なんか嫌なの。そんな中盤なんか嫌なの。完全にあったかい方がいいじゃん。そう中盤はもう海野の中盤がブルゾンでしょ。ブルゾンっていうかまあ楽、うん、最悪したのがさランニングとシャツだけでもいけるいけるいける。だったらもうそっちの方がいいんじゃない。もうなんかいやどうだろう、なんかそのブルーゾンだともうそのどういうことってなるけど、もうシャツだけやったらあもうこの人はもう切れてんなっていう。確かに。今日はどうそれした何。いやだからタンクトップよ。それとそれとこのセーターだけ、うん、ああいやあと上コート、うん、ああベージュのあのコートも薄そうやね。
あれもナイロンでめっちゃ薄い。いや、薄いんだよな、あれ。けど、薄いよな。その、かけるとかせず、もうパッていけるようなやつだから、その、型とか残んないような、うん、その、ちょっと高いコートだといちいちハンガー引っ掛けてさ、うん、やんないといけないけど。分かった、もう解明できた、やっとできた。まあ、めんどくさいね。まあ、めんどくささが起きるんだったらもう、もう我慢を選ぶ。なるほどね。寒さ全然寒くて、だそういうのを言ってたら、お客さんから DM 来て、あのダウンを無限大ホールに送りましたとか。やばっ、最高じゃん。いやいや、もう大丈夫ですって言っちゃったもん。でも、でも送っちゃったの。送っちゃってるでしょ。はい、今からでももうあのキャンセルしてくださいっていう。いやいや、でも送っちゃってるでしょ、絶対。キャンセルできるから、それでも。ってこと、その人はキャンセルした、しましたって言ったの。こっちが来ても何もその返答しなかったら戻るからです。戻すの、戻そうとしてる。周りが見えるよ。やば、ちょっと待ってよ。でもその人、まあ、あ、まあこれ見てるか分かんないけど、まあ、もし見てたら、あのそれ僕に送ってください、それ。もしよかったら。うん、まあそう、うん、サイズが合わないかもしれない。もうサイズ合わなくても。で、俺は一回断ってるからね、本当に大丈夫ですよって。で、それで届くようなら、いや、着させてもらうけど、こういう人だよっていうのもちゃんと伝えておかないと。それもらったらでも着るでしょ。着る着る。あ、じゃあいいんじゃん。え、着るんじゃん。で、こっち着るんじゃん。いや、もらったらね、それはありがたいから。え、でも今、返そうとしてるよ。うん、だからそれは、あの大丈夫か、大丈夫か、もう。俺もう、ボロボロなんじゃないの、体が。大丈夫、寒さに耐えきれず。そんなことないけど、そのだから、いらないのに送ってきてくれるほどのやつやるんだったら着させてもらうけど、それと関係なく送りました、なんか何件かあって。ええー、本当？そうそう、めっちゃいいじゃん。何お前、本当、俺そういうの一切ないよ、本当に。ちょっと今そういう話じゃないから。いやでも、いや、そこに引っかかる。いやいやいや、羨ましいっていう気持ちで。本当でも海のやっぱいただいたものをよく着てるよね。ああ、確かに。それはもう、それはすごいです、皆さん。あの本当にいただいたもので成り立ってるよね。うん、そうね。買ってないじゃん、最近自分で服。買ってない。最高の生活じゃねえかよ。最高でしょ。うん。ただ俺はこの前海野に直接行ったんだけど、はい、いただいたものばかりを着すぎて、もうなんか服装めちゃくちゃになってきてるよって、まあ一回行ったのよ。え、そうなの？だってもともとなんか俺おしゃれなイメージだったの、海野って。あ、海野おしゃれだと。そうでしょ。でも最近やっぱあんまおしゃれじゃないの。っていうのも、やっぱいただいたもので生活をしてるからだと思う。あ、まあこれに合う、いただいたもの、まあ、しいて言えばこれかっていう状態だと思うね。あ、でも、もっとベストはあると思うよっていうのをこの前ちょっと伝えさせてもらった、海野に。まあまあ、そこはね、まあ、海野にこだわりがなければおしゃれも、うん、まあね、確かにそこはね、うん、俺が言うことじゃないかもしれないけど、うん、まあ言ったんだけどね。もともとのイメージがあったから、海野、海野もっとおしゃれだよなっていう、まあ、そうね、その最初のイメージは多分そうだもんね。そうそうそう、俺ちゃんと買いに行ってたし。そうでしょ。海野はやっぱいただいたもので合わせすぎて、ちょっとベストじゃない状態、ずっと。そのもらったダウンは どういう感じなんですか。見た目は分かんないよ、後ろの人はまだ。何着、何着来るの分からん。ちょっとはっきりさせてんですか。分からんって言って。そこちゃんとはっきりさせて。で、何件来たの、その送り物みたいな。ごまかさないで。いや、ごまかしてない。3か4。おぉ、3か4ダウン来んの。ちょっとダウンというか、アウター何か。マジ、ちょっと、こんなに格差出るじゃん。そう、いや、カミチはどれ、それリアルに教えてよ、その、もらうことは、海野は3回もこういう話をしたら、プレゼントもらえると。いやいや、送られないの、送られてくるなんてまずない。その、前、出待ちとかあった時あるじゃん。その、出待ちの時に、もう本当誕生日とかさ、うん、まあ、バレンタインの日とか、そういう時にいただくことあったけど、うん、こんなその、話したからもらうなんてことはないの。で、カミチも俺と同じ今気持ちってことさ、マジで。いや、マジでってことさ。しかも、なんなら自分では載せてないじゃん。俺がさ、ストーリーに、あいつ寒そうだなって思ってますよ。いや、ありがとうだよ、これはもう本当に。それ受け取るならね。だからその、カミチに言うのもおかしいけど、そのままにやけど。カミチのありがとうおかしいもんね。だって海のもいらないっつってんの。ええー。
ちょっと羨ましいな。すごいな、なんか。いやいやいや、ありがたいよ、マジで。いや、いやもう本当に、それは、それはもう、それ着るわさ。まあ、それは着るよな。うん。あ、逆に、でもまあ、それを今後着るようになったら、俺らはでも安心できるか。まあ、安心よ。大丈夫かなって、やっぱ心配だもん、あの薄着だったら。あの薄着でまた来られたら、もう何ってなるもんな、もうもらったのに。本を、あの、こんなん言うならだけど、いただいた差し入れの服ばっか着てるもん。いや、そうだよね。うん、が先輩とかにも思われちゃった。うん。そうそう、だからそのイメージがあるから。そうね、ジュンさんとかね、うん、そういうこと。お前もらうな、あの人から。反応してこなかったな。誰からもらってたよ。いや、ジュンさん、俺この前、ルミネ下で会って、うん、こういう話、この前、すみません、YouTube で、話したんですよ、うん、ああ、ありがとう、つって。あで、今度ちょっとゲストで来てくださいって言ったら、うん、ああ、行かしてもらうわ、つって、あ言ってたから。じゃあ、あんまり良くなさそうだね、そうだね、そのリアクションは。このリアクションはちょっとな。そうか。お前、あれやるんだよとかだったら、ちょっとワクワクしたけど。ーああ、いや、そうじゃなかった。あ、なんかちょっと、ああ、なんか、みたいな感じ。ああ、そうね、そうか。まあ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 。まあまあ、まあまあ、ジュンさんはちょっと俺からもちゃんと言わなきゃ。そうね。うん。ちゃんとした先輩だからな。そこばっかりは言わないと。そうか、いいな、よっしゃ、じゃあもうちょっとその、ダウン。西本もここ行っといたら、行っといたら怒られてくる。俺、すぐ、ね、すぐ俺、スニーカー、やっぱ、すぐスニーカー臭くなっちゃうんだよ。臭くなるって思ってんの？すぐ臭くなっちゃうのよ。ね、臭くなる？すぐ臭くなっちゃうのよ。それも体ちゃんとさ、洗ったりしたらいいんじゃん。ちょっと心配して。大丈夫？心配して。大丈夫？心配して。え、臭くなるの？なんで？なんで？その一生懸命働いてちゃんと体を動かしてるからこその汗とか、そう確かにな、いつもそうやっぱだからすぐスニーカーがもうちょっと履けなくなっ、どういうスニーカーが理想なの？いやもう、そうないけど、まあ本当にだからニューバランスとかスケッチャーズとか、うん、マスケッチャーズ、ニューバランス、あな何センチだっけ、何センチ、27.5、あ、一番臭くなるやつだね、そうなんだ、27.5 ね、まあ、本当にね、まあまあまあ、まあ、これ余談だけどね、うん、まあ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 、それもお互いがどういうファッションが好きかっていうのはやっぱ知っておいた方がいいから、うん、割と大きいね、27.5 なんだね、そう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 、27.5 のスケッチャーズがニューバランスなんだ、まあでも、まあね、俺がただ我慢すればいいだけの話だから、別にその10分ただ我慢すればいいだけの話だから、いや、俺みたいに言うな、俺はただ10分足臭いの我慢すればいいだけだから、いや、まあ、10分以上臭いんだよ、10分臭かったらずっと臭い、俺がね、そうね、まあ、俺めんどくさいんだよ、マジで、臭いのとか、うん、で俺は臭いのめんどくせえから、いや、お前が事前にそれできるんじゃないけど、ちょっと新しいシューズが来たら臭くならないと思うね、いやまあね、まあ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 こんな感じですわ、今日は、あ、うん、来るか、はい、あこれで届けてくれたら最高よ、いや最高よ、こんなの、まあね、今回収録ということで、また来週でいいですか、もう言い残すことないですか、そんな毎回やった時言い残すこと、うん、なんかこの言われたら、なんか、なんだろう、なんかそうっすね、まあ今ね、ライブの合間でね、撮っちゃってるから時間もないですけど、うん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 、まあそうですね、まあ、今週はこんな感じかな、うん、ああ指の毛抜くのやめて、マジでこういう時違うわ、あった俺ドラマのドラマにがもうオンエアされたっていう、ああそうだ、ドラマオンエア月9出ました、反響あった、いや反響はつもないですね、でも告知もしてたじゃん、告知もしたよ、ほんとね、俺のセリフ、うん、ちゃんと乗ってましたよ、うん、セリフが、いや、見た、まあ、全然俺が喋ってるとこ映んなかったけど、うんうん、上野樹里さんが俺の声で、ん？って気づくっていう、うんうん、で、あとはもう俺ただこう
見つけてるっていう、うんうんうん、そこだけなんだけど、うん、でもやっぱ検索したら最後さ演者出演者みたいな、俺あそこが一番興奮してるよね、ジャイアンツの神石っていう、うんうん、そうやっぱでやっぱりそこを見て気づいた人が結構多かったみたいな、うんうんうん、やっぱパッと映っただけだともうあれって全然気づいてなかったみたいな、うん、そう神石出たのみたいな、うんうん、だからそのあんまり俺としてはその目立ってはなかったってことだね、多分。いやそれもともと目立つ役でもないからね。でも変な髪型ではあったから、その他の人たちに比べたらずっと この髪型で出てるからまあでもまあそれだけ、馴染めてたっていうことでね、いやいい演技できたんじゃないですか、ドラマ界に、ドラマ界に上地かっこジェラードンっていうのを見て、うん、おっと思ったもん。いやあれちょっと感動したね、やっぱいやまあ頑張りましょう、うん、頑張りましょうって思う、頑張りましょう。そうだって NSC ジャンケで勝ってようやく卒業できた芸人が、いや本当そうよ、鉄くんのドラマ出てるんだから。そうですよ、今年はね、うん、ドラマももっと出ていこうと思って、すいませんよろしくお願いしますもう出たやつが言うやつだから、それいやとりあえず月9出たんでね、やっぱりね、いや、もう月9出たってやっぱ言えちゃうからまあ確かにね、ちょろっとでも出てるそんなん言ったら、俺ら3人とも20世紀少年出てるからいや、あれ出てるって、マジで言わないこの旗振ってる、国民が旗振ってる中のどこかもわかんない出てるっちゃ出てるから、うん、はい、ということで以上でございます、はい、また来週お会いしましょう。以上、ジェラートのニューラジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。